よわっちくんでーす。イエーイ。お父さんが面白い。どうもー、1、2、3、よわっち、おいたい、おいた。どうもー、よわっちくんでーす。よわっちくんでーす。この間よわっちくんが、車を運転してたら、車道の真ん真ん中に外国人の人が立ってた、立ってて、したら、ぷぷって鳴らしたら、外国人の人がどう言ってくれたんだけど、その時すごいこう睨んできて、それで、そのままぷって抜かしてたら、外国人の人を抜かしてしばらく行ったら、信号が赤だったから、こう、よわっち君が止まってたら、ルームミラー見てたら、さっきの外国人の人が追いかけてきて、それで、よわっち君の運転してるこの真横に来て、こう言ったんですよ。はい、はい、コンコンコンって言ってきて、はい、くたばれ、2回くたばれ、怖かったー、おいて、あ、人もいて、はい、あんまん食ったらベロやけど、よわっち君、よわっち君、面白い、優勝だわ、優勝だわ、これは。ポテチを食べたら口切った、よわっちか、よわっちか。絵の具の赤を見たら貧血で倒れちゃう、よわっちか、よわっちか。面白いわね、これは。ストップ、でもストップでも終わったから。それ言ってるパクリだろ。パクリじゃないよ。いや、若ちこ若ちこって、いや、でもよわっちかだから。いや、メロディ一緒だよ。メルフィクリだよそれ。いや、ワカチコでどうよ。いや、致命的だよそれ。バレなきゃいい、バレなきゃいい。 R1 で優勝すればそんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ。いや、お母さん、はい、オリジナル、そういうのパクリって言うんだよ。致命的だよそれ。じゃ、っていうか、じゃ、どうすればいいの。途中も話も弱いし。あ、内容が漫談の方よ。だからもう一個の小話の方あったじゃん。あなたのカメムシの方。いや、そうそうそう、その小話の方だよ。わかった。でも今の、いや、もう休みたいな。ちょっとお父さんもちょっと休みたい。自己破産してんだから。もうちょっと息が自己破産成立するまで申請してから半年かかったよ。ねえ、もう一回言って。何、ちょっと休みますか。何、いや、自己破産してんだよお父さん。何よ、そうなった。お母さん、自己破産成立するまで申請してから半年かかったわよ。もう、まったく。よしお。え？毎日のレースはご褒美なんだから。お父さん、いいこと言う。あ、よしお、パクリはやめた方がいいよ。いや、お母さん、さっきの言ってる関係ないって。あ、はい、じゃあ、はい、行ってみようか。あ、もうちょっと休憩させて。よしおくんでーす。イエーイ。楽しみ。はい、あなたのな、一応お母さん時間かかっていて。はい、あなたのなカメムシの方ね。じゃあもう一回お願いします。はい、じゃあ行ってみようか。よしおくんでーす。いやいやいや、イエーイ。じゃあ、弱っちくんだよ。弱っちくん、さっきもよわっちくんって言ったか言わなかったか。よわっちくんね。そう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 。いや、そうそうそうじゃなくて、よわっちくんだよ。もう一回お願いします。早く。はい、行ってみようか。よわっちくんです。イエーイ。お父さんが面白い。どうもー、はい、どうもー、1、2、3、よわっち、いた、ああ、痛い、ひねっちゃった。ああ、どうもー、よわっちくんでーす。ああ、よわっちくんでーす。ああ、痛い、なんか、ああ、ここだ。なんかよわっちくんで、車運転してたら、車の中のフロントガラスのところになんかカメムシがいて、最初ゴミかと思ったらカメムシで、やばいと思って運転中だったから、窓を全部開けて、後ろも前も、逃げろ逃げろって運転手がやってたんだけど、全然逃げなくて。それで、
どうしようかなと思ったけど、もうカメムシも名刺になっちゃったらどっか行っちゃったら困るし、逃げなくて運転も危ないから、ちょっと側道にハザードつけて止めて、車いないからもう全部開けて、後ろも前も逃げろ逃げろって、全然逃げなくて、どうしようかなと思ったらパッと後ろ見たら、あーっと、消臭スプレーがあって、消臭スプレーシャッシャッシャッカメムシにかけてちょっと濡らして、うちティッシュも後ろになってからシャッ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 って、1枚じゃダメだから5枚ぐらいやって、消臭スプレーシャッ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 ビッチョビチョにして、カメムシなんかふーって掴んでビャーって逃げて、逃がして、そのビチョビチョのティッシュもバーンって捨てて、おじゃ恐る恐る、ちょっとすいません恐る恐るカメムシの握ったティッシュの手をこうやって匂い嗅いだら、ちょっとカメムシの匂いが残ってました。弱畜生。いやだからダメだよ、パクリはダメだよ。パクってないよ、致命的だよそれ。え、何のパクリなの。いや畜生ってパクリだよそれ。だって弱畜生だもん、コウメだよ。弱畜生だよ、致命的だよそれ。え、な、誰のパクリなの。コウメ太夫だよ。だからダメだよそれ、ネタが。だからダメなんだ、もう致命的だよ。あっ